運が悪かったんだよ、お前らは。私は遥か、お前じゃない。やっちまった、逃亡界の大幹部を。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？やかましいわ。手加減はしねえ。死にてえやつだけかかってこい。兄貴。ああ、すみません、本当こんな取り立てに出張ってもらうなんて。気にするなって言ったろ、シンジ。はい。
あんたら。夜遅くに悪いな。東島組の桐生だ。いや、まさか桐生さんが直々に。用件は昨日、うちの若いのが伝えたはずだ。明日まで待ってください。お願いします。夜逃げの準備しながら言われても説得力がねえな。それにできねえ約束はするもんじゃねえ。すみません。でもそこをなんとか。おい、いい加減にしろよ。殺すんですか？何？堂島組っていや、回収や殺しばかりやってるところじゃないですか。金払わねえやつは見せしめにされる。みんなそう言いますよ。あのなあ、そんなの金払わねえやつらがあることないこと言ってるだけで。うわっ、金は払えないって言ってんだなら、やるしかねえだろうがよ。大したやつに見えねえな。
すみません。もう、勘弁してください。兄貴、回収しました。約束の額だ。悪く思うな。何やってんよ、おら。おいおい、お前どこの組のもんや。あ、すまん。すまんで済むか、ボケ。何もんや、お前。見とったで、キリュウちゃん。あ、兄貴、キリュウって、あの…そうや、道島のりゅう。キリュウカズマちゃんや。お久しぶりです、真島の兄さん。よせよせ。お前、組立ち上げるって話やないかい。そや、そこの店やったな。お前の馴染みがいるっちゅうのは。えらい、ええ女らしいの。みんな言うとるで。一度あんな女、こましてみたいってね。それより、このアホ、どないしようか。すんません、まさか桐生さんとは。いや、いいんだ。甘いな、キリュウちゃん。甘々や。けじめはしっかりつけんと。まだまだ行くで。俺。ああ。なんや。その辺で。お前のためにやっとんだやろうが。もう十分ですから。ほん、ま、ええわ。お前もこう思ったらこれくらい厳しくしつけせなあかんで。行くで。へい。相変わらず静かだな。あなたたちがいちゃ怖くて飲めないでしょ、普通のお客さん。だから今日は貸し切り。レイナ、ユミは今買い出し行ってるの。どうせまた腹減ったとか言い出すんでしょ。違いねえ。どうなんだ、キリュウ組の立ち上げは。まだ決まったわけじゃない。組長が決めることだ。組長も嫌とは言えねえよ。風間の親父がもうその気なんだ。道島組はあの人で持ってるようなもんだからな。そこ行くと道島組長は昔の自慢とメンツの話しかできやしねえ。控えろ、錦。ちっ、またお前に先越されちまったか。なあ、錦。お前、妹はどうなんだ。来月、もう一度手術だ。多分、次で最後になる。最後？体が持たないそうだ。これでダメなら、もう。そうか。あ、来てたのね。ユミ。ちょっと、もう酔ってるの？私も入れなさい。どうぞご遠慮なく。
おう、来たか。失礼します。ああ、ご苦労さん。今月分のしのぎです。お納めください。おう。また無茶したんじゃないだろうな。いえ。カズマ、お前が無茶すりゃ下の連中は歯止めが効かなくなる。もともと暴れたいって奴らの集まりなんだからな。キリュウなら大丈夫ですよ。分別のある男です。それにな、親父だって昔は東条会一の殺し屋っつって。柏木。すんませんすまんが外してくれ。へい。しかし文字通りの子供だったお前に組を任せる日が来るとはな。おやっさんがいなけりゃ今の俺はありません。感謝しています。おい、そう固くなるな。はい。ひまわりには顔出してるのか。いえ、最近は錦も弓も行ってないみたいです。たまには行ってやれ。あそこの孤児院はお前たちのふるさとみたいなもんだ。ええ。おう。失礼します。キリュウさんにお電話が。シンジさんからです。俺だ。シンジです。レイナさんから兄貴に伝えてくれって。今さっき堂島組長がユミさんさらってったんです。ユミが？なんで組長に？詳しくは分かりません。でも錦のおじきもそれ聞いて組長のところに。錦が？で、場所は？劇場の横のビルの組長の事務所です。分かった、すぐに行く。おい、どうした？堂島組長が弓を強引に連れ去ったらしいんです。それで錦が一人で弓を助けに。まずいな。組長は気に入った女はどんな手使っても手に入れる人だ。
そこに錦山が入っていったら何が起こってもおかしくね。俺行ってきます。よせ。え、ここでお前まで行ったら三人ともただじゃ済まねえぞ。ここは耐えるんだ。せめて俺が手を回すまでお前は待て。おやさん、由美と錦は兄弟なんです。俺のだから今俺が行かねえと。カズマ、ニシキ。何言ってんだ。お前こそ弓連れて逃げろ。お前がいなくなったら妹はどうなるんだ。
次の手術が最後なんだろう。そんな時お前がいねえで誰がいてやるんだ。だからお前はここにいちゃいけねえんだ。お前は行け、錦、弓を頼む。キリュウ行け。金のことで組長と揉めて。いい加減にしろ。伊達君、もういい。よくはないですよ。やつはこれから組元って男なんですよ。こんな殺しやるわけねえ。誰かをかばってるんです。これはヤクザの抗争だ。誰がやったかは問題じゃない。迅速な事件の解決、それが今求められる全てだ。刑事さん、俺の持ち物の中に指輪があります。そいつを若頭の風間に渡してくれませんか。申し訳ありませんでしたって伝えてください。虫が良すぎねえか。そりゃ分かってます。約束はしねえぞ。囚人番号1240、面会だ。俺は破門でいいのか、シンジ。はい。自分の親殺したんだ。絶縁なんじゃねえのか。東条会三代目世良会長が破門にすると決めたそうです。どういうことだ。自分にも分かりません。ただ風間のおやすさんがこの破門状を兄貴に渡すようにと。道島組はどうなるんだ。風間のおやすさんが引き継ぐそうです。そうか。時間だ。兄貴、ユミさんが行方不明なんです。事件の次の日から。ユミさん、記憶をなくしてたんです。意識のおじきや兄貴のことも。で、急に病院から姿を。すいません、風間のおやすさんには口止めされてたんですけど。時間だ。誰かちゃんと探してるのか。はい、意識のおじきや風間のおやすさんが。聞こえんのか。シンジ、弓を頼むぞ。錦にもそう伝えてくれ。はい、わかりました。てめえ、なんだその態度は。そこ、何やっとるか。なんだよ、話せこの野郎。うるさい、来い。たく、物騒でいけねえな。おっと、こちらさんも物騒な面してる。なあ、あんただろ。自分の親分殺したってヤクザ。黙って食ってろ。さすが貫禄だね。堂島の竜、堂島組射程頭補佐
桐生一馬。何やってんだよお前ら。登場会の幹部やったんだ。こんくらい想像してたろ。堂島組長があの世で寂しいとさ。誰の命令だ。世良会長だ。登場会の三代目だ。なんだと。